このプロジェクトは横浜から20分 JR 根岸線陽光台駅を中心とした一帯が舞台です。団地の未来の大きな特徴は、建築家の隈研吾さんとクリエイティブディレクターの佐藤柏さんがタッグを組み、それぞれディレクターアーキテクト、プロジェクターディレクターという新しい概念の役割に就かれたことです。陽光台では集まって住むが大きなテーマです。多様な人々が行き交う場所として、隈さんは風通しのいい広場空間と日差しのある現代の縁側空間を周辺に設けられました。隈さん、柏さんの監修の下で集会所が生まれ変わりました。集会所の中には焼き芋を売り物にしたというユニークなコミュニティカフェ、ヨッシーのお芋屋さんが入って連日にぎわっています。カフェの奥にはブックディレクターの幅吉孝さんによる新たな試み、団地のライブラリーも設けられました。北団地のエリアリニューアルでは柏さんがデザインのパワーを発揮されました。これは改修前の様子ですが、柏さんのデザインにより誰もがワクワクした気分になる芝生の広場に生まれ変わり、エリア全体が格段に明るくなりました。重塔のファサードも柏さんのデザインで一新されています。一連のリニューアルについて居住者からは、駅前の雰囲気が一新されて街に活気が出てきた、さまざまな居場所ができて多世代の交流も促進されるようになったという声が上がっていますが、陽光台はまさにそのような変化の最中にあります。この取り組みの狙いというか、私の意図を少しお話したいと思います。団地も建ててから随分時間が経って古くなってきます。一方でその住んでる方も高齢化してきます。建物も古くなる、高齢者も多くなるっていうので、なんとか賑わいがなくなったり、若い人が入ってこなくなったり、団地の活力が失われて魅力がなさがって、やっぱここをなんとかバリューアップして魅力ある団地に再生しようということです。それは UR の課題でもあるけど、日本社会全体の課題でもあると。こういう課題を解くのが我々のミッション、 UR のミッションでありますから、団地を使ってそれ新しい未来社会、その再生みたいな、古い住宅市街地の再生みたいなことをやらなきゃいけないなと思って始めたのが、このプロジェクトで。個人的理由と、もう少しこう社会的理由って2つありまして、個人的理由で言うと、実は僕は陽光台の先の大船の中学高校に通っていて、ちょうど僕がその高校の時にこの陽光台の団地ができたのすぐ隣の駅で、なんかすげえものが、すごいことが起こってるな、そういう時代を自分でこうもう昨日のように覚えてるわけですね。そういう陽光台の再生というプロジェクトのお話を受けて、これは絶対やんなきゃいけないなっていうのが個人的理由で、でもう一つは、団地っていうのが実は世界的に見ても例の ほとんどないようなこう集合住宅の在り方なんですね。なんで日本があんなにこの集合住宅に入れ上げたかっていうとね、日本人のどっかにその団地っていうのが好きだ、団地となんか相性のいい部分があったんじゃないかと思うんですよ。それをやっぱりもう一回こう現代的な形に再生させることができたらば、これはもう世界の中でも特別な資産、世界遺産的なものになれるんじゃないかというふうに僕は思っていて、でこれは何としてもかっこよくなきゃいけない、かっこよくするための、実は素材としてはすごく面白い素材なんで、それで柏さんなんかとやったらいいなっていうふうに思って、それで柏さんにも声かけて、日本の集合団地はやっぱり住民の人たちのすごい綺麗、高い意識でこう維持されてるわけだから、僕はね本当に世界の宝だと思います。隈さんから団地やらないって言われたこと自体にまずすごいインパクトがあって面白いなと思ったんですけど、ちょうどジェネレーション的に僕は団地ができ始めた時に小学生とかで、それこそ僕の地元のにも団地ができまして、まだピッカピカの団地でですね、僕の家は普通の家だったので、それとは全然違うデザインで、で友達の家がちょうど5階にあったりすると、全く見たことのない展望だったり、だものすごい新しいいい記憶があって、あの頃に団地を経験してるので、何かその日本の本当に良かった昭和の頃の幸せな記憶っていうのが僕の中にもまだ新鮮に残ってたので、団地やんないって言われた時に意外だったんだけど、なんかすごくそのポジティブなイメージが湧いたんですよね。まあいろんなブランディングの仕事をやらせていただいてるんですけど、クリエイティブってうまく使うとすごくパワーがあるんじゃないかってことが、一般の人にも伝わるといいなと思って展覧会をやってるんですけど、何か少しでもそういう社会的な課題とかにでも
ほんの少しでもお手伝いできたら嬉しいなと思って、ぜひやらせてくださいということで熊さんと、すごく楽しかったんですけど、はい、長かったですね。今も続いてます。ようやく発表できるという10年ぐらいかかっちゃったんですけど、これだけ集まって住んでるっていうことをどういうふうに価値化していったらいいんだろうっていうことを最初に考えて、で、まあ、そこから集まって住むパワーっていうものをコンセプトにしたらいいんじゃないかということで、その集まらないとできないことを一生懸命見つけていったらいいのかなっていうのが一つありました、はい、それがここにもある集まって住むパワー。そうですね、集まって住むって改めて聞くとすごくいい言葉ですね。力があってトーキングというオープンイノベーション型にしたらいいかなと思いまして、はい、まあ、僕一人でやれるような範囲ではないかなと思ったので、いろんなたくさんの方の知恵が集まって、それこそ集まって作ったらいいかなと思いまして、はい、当初から柏さんがやはりキーワードのもう一つのキーワードとしてシェアクラウドという言葉を挙げていて、そのつながりで、幅さんが団地のライブラリーを手掛けることになったわけですが、この団地のライブラリーは通常のライブラリーの概念からすごく離れていて驚きました。スペースとしては実は、その集会場自体は大きくないので、だとしたらその少ない方もだけども、そのライブラリーは集会場だけではなくって、この団地全体というものをこうライブラリーというふうに考えるのであれば、じゃあ本を外に持ち出すのがいいのではないかというふうに考えた次第です。集まって住む部屋だけではなくて、いろいろなそのパブリックな場所自体に それぞれのこう住民の方の居場所を作るということがとても重要なファクターだったので、だとしたらそういう場所もライブラリーの一部にしてしまおうということで、敷物 と、バスケット、バスケットにはそれぞれこう名札が書いてあるんです。たくさん読むことよりも一冊がちゃんとその読んだ人の中にこう刺さって抜けなくなることとか、その日々の生活に作用することの方がやっぱり重要なのではないかというふうに思ったので、ここの場所に関してはこのやり方が一番なんかこう、今考えてもその似つかわしいやり方だったのかなと思います、団地 その住んでらっしゃる方とかがやはりすごく多種多様、最近は結構若いファミリーも増えてきたので、同じ本をこうここの場所で共有できるという部分も実は重要でした。 UR はですね、この10年近くの時間をかけて一つのプロジェクトを本当に積み重ねながらね、ここまでやってきたっていうのは相当珍しいプロジェクト、はい、体験的に言うと駅から降りると、あ、さすが熊デザインだ。もう一つですね、機能的に1階と2階がつながってなかったんですね。でそれをこのデッキを作ることによって2階をこの表側に持ってくるという、そういう操作がですね非常に効いていて、2階が単なる住居だったのが店が入ることによって2階も町になっていくっていうね、その町でなかった部分を町に参加させるっていうデザインがここでなされているんだなと。一生懸命こうやって2階もこの店として参加させようっていうのが近づいてみないと分かんないんだけど、よく考えられてるなと。団地を町にやっていく操作、作り変えていく操作ですよね。そうですね。それとこの間行って面白かったのは、やっぱり遠くからお客さんが結構若い人が来るようになったんで、団地が町に溶けていくというか開いていくというか、この団地がその来街者を地域に誘うようなね、そんな機能が出てくるような、そういう可能性を持った空間だなと。いわゆるではこの陽光台に限らずに各地にある団地でその団地の未来に向けたいろいろな取り組みをされておられますので、中島理事長からその例をいくつかご紹介していただきたいと思います。これは千里青山台っていうところで、本当森の中にあるようなこういう外の空間は立派な空間があるんです。無印さんとうちずっとやってるコラボ商品なんですけど、最近テレワークスペース、キッチンに張り出す形で付け置いて仕事スペースですよみたいなことを言って、訴求して若い人にも入ってもらおうという努力をしています。これ赤羽台、最近のキッチンカー入れました。団地の中にキッチンカーあちこち入れてみようかなというふうに思っています。これは大島六丁目とか、この今1階にサロン作っていろんな人に来てもらって、それを外からも来てもらって、団地で閉じないでいろんな交流を生まれるようにしたいなと思っています。これも町田山崎団地っていう東京の団地ですけど、団地でキャンプっていうイベントをやっています。ただそれだけでもいけないんで、一応防災というコンセプトでやって、火起こしとかいろんなこうサバイバルなことも教えたりして、防災意識も醸成してます。これは向こう側大団地っていう、ここもスペースをグリーンにして、そこの麓に阪神電車が協力しておりまして、これ退場する電車の車両なんですけど、屋根つけて
置かせていただいて、にぎわい作りの一員しようと、まあ、こんなこともやっています。まあ、いろんな取り組みをしてますんで、はい、まあ、もっとこう問題を大きくすれば資本主義の形って自身が大きく変わらなきゃいけないっていうふうに言われている時期 でコロナでいよいよそういう声が強まってる。要するに幸せの定義みたいなものが変わってきて、会社っていうのは株主のため以上に社会に対して奉仕しなきゃいけないもんだ。でそういう新しい社会像みたいなものが、じゃあどういう社会かって実はすごく見えにくい。なんとなく言葉ではみんな共感するけど、見えにくい時に僕団地ってね、すごくそのリアルな形でそういうものを見せてくれる場所だと思うんですよ。そういうね、なんか新しいコロナの後の時代にいよいよ団地って僕は可能性が大きいような気がして、横台をきっかけにしてね、大きな流れを作っていただけたらばね、コロナの後の救いになるなと思ってるんです。団地の未来ですから、このプロジェクトをモデルケースにして団地を通してこう社会の未来みたいなことを考えていけるようなプロジェクトになれば最高だなと思うんですけど、僕多分今日柏店の中でこのプロジェクトが一番いろんな人たちと関わりながらやってる、すごい大人数で、年数もですか、やっぱり住んでる方々がいて、なんか生きてるものをこう本当に一緒に触ってる感じなので、まあそういう時間単位でやっていくのもいいのかなと思ってまして、なので本当にもっともっといろんな皆さんがこのプロジェクトに参加していって新しい未来を作っていけたらなと思ってます。私もでもこの陽光台以外のプロジェクト、先ほどちょっと初めて見てすごくいろいろ今広がりが団地全く違ってきているなと、いろんな可能性が実はあるのかなというふうに思いました。まちづくりって10年ぐらいやんないとこうなんか目に見えた何かこう蓄積していかないような気がしていて、多分目に見えてるものだけじゃなくて、あそこにある人間関係を相当耕しているんですよね。でそこからまた自発的にいろんな目が出てくるんだろうと思うと、すごくいいプロジェクトだなと思いますけど、 UR がこの息の長いプロジェクトがやれたっていうところが僕すごいなと思って、はい、今日は短い時間でしたが、団地という、 こう我々が持っている一つの資産を通じてどうい こう価値観を次に発信していけるかということが皆様のお話から伺えたことと思います。